役員会について報告させていただきます。はじめに菅総裁から先週7日に1都3県に対し緊急事態宣言を発出した。年末から感染者数は高水準であり、これ以上の感染を食い止めるために飲食店の20時までの営業時間短縮、テレワークによる出勤7割減、20時以降の外出自粛、イベントの人数制限を決めさせていただいた。尾身会長からは、みんながしっかりとまとまって頑張ればこの1ヶ月でステージ3に行くことは可能だとの発言を頂戴している。全員で協力して行っていくことが一番大事、国民の皆様によく説明して理解を得ていきたい。大阪をはじめとする厳しい状況にある府県についても専門家の意見を踏まえ、状況を見て速やかに判断していきたい。来週から通常国会が開かれる。補正予算、特措法、令和3年度予算、デジタル関連法案など国民生活に直結する予算法案の審議をお願いするとの発言がありました。二階幹事長からの発言については後ほどお願いします。森山国対委員長からは、先週通常国会の18日月曜日召集が正式に伝達された。これを受け、その後の議運理事会で召集日の日程について12時から1回目の本会議を開いて委員の構成、13時から開会式、14時から2回目の本会議を開いて政府4演説を行うことが決定した。なお、与党から20日水曜日と21日木曜日に代表質問を行う日程を提案している。明日9時半から新型コロナ対策について内閣委員会の閉会中審査を2時間30分コースで行う。本日10時30分から与野党国対委員長会談を行い、今週の国会日程等について協議予定との発言がありました。末松参院国対委員長からは、明日議運理事会を開き、通常国会召集に伴う委員の構成等について協議予定、14日木曜日に内閣委員会の閉会中審査を行う予定との発言がありました。関口参院会長からは、緊急事態宣言が再度発令され、一層高い緊張感を持って新型コロナ対策に取り組んでいく、衆議院と緊密に連携して通常国会の準備を行ってまいりたいの発言がありました。世耕参院幹事長からは、参院自民党としてもコロナ感染防止の基本的行動、注意すべき点について党所属議員に文書を送り徹底を図った。何としても立法機能を麻痺させないという強い決意で臨んでまいりたいとの発言がありました。山口選対委員長からは、沖縄県では今年から来年にかけて首長選挙が続くが、その皮切りとなる宮古島市長選挙が17日日曜日に投開票となる。現地に入っての対策は難しい状況だが、宮古島市の関係者、友人、知人等にお声掛けをお願いしたいとの発言がありました。下村政調会長からは、週末の大雪を受け、本日11時から再対特の平場の会議を行い、対応等を議論する。新型コロナについては先週対策本部の平場の会議を行い、意見交換を行った。今後は特措法改正に関する議論が本格化する。順調に進めば来週法部に対する正式な審査を行いたい。緊急事態宣言に伴う経済の影響とその対応についても今週経済成長戦略本部の役員会を開き議論を深める。医療提供体制の強化が極めて重要との観点から、コロナ対策本部の役員会で政府への提言を取りまとめ申し入れを行いたい。次回の精神は14日木曜日、3次補正予算関連法案等の5件の法案審査を予定。なお、今般の緊急事態宣言を踏まえ、政調の会議の在り方について党所属議員に通知を発出した。法案審査の都合上、平場の会議をなくすわけにはいかないが、感染防止に努めながらしっかり議論していきたいとの発言がありました。
佐藤総務会長からは、総務会は15日金曜日11時から開催予定、案件は政調からの補正予算関連法案など5件となる見込み、この発言がありました。ご苦労様でございます。先週の文書にて当初国会議員に対して改めて我々国会議員も飲食を伴う会合への参加をできるだけ控えて、20時以降の不要不急の外出自粛を徹底してまいりたいということを申し上げてまいりました。新型コロナウイルスの感染拡大を収束させて、一日も早く緊急事態宣言が解除されるよう基準となって政府の取り組みをバックアップしていきたいと思っております。以上でございます。ご質問があればよろしくお願いします。はい、どうぞ。毎日新聞の野間口です。こっから見えないんで、どうぞ。あ、すいません。毎日新聞役員会での菅総裁の発言の確認ですけれども、大阪をはじめとする厳しい状況にある付近についても、状況を見て速やかに判断したいということですが、時期、緊急事態宣言の時期だとか具体的なその件発令の件については言及はなかったということでよろしいですか。その通りです。もう一点なんですけれども、今回 の緊急事態、関西だとかについては緊急事態宣言が発令されるのではないかと、報道が出てますが、この点について幹事長はどのようにお考えでしょうか。これはまあ、予測していろいろ申し上げることは問題が問題であるだろうに適当ではないと思います。専門家の意見を中心によく慎重に対応したい、慎重かつ果敢に対応しているかと思います。はい、どうぞ。話題変わりますけども、来週の木曜日にですね、元党員であったハワイ・アンディ元議員が議員に対するですね、判決公判が受け入れられています。いろいろな論点がありますけれども、幹事長はですね、今現在でもアンディ議員の陣営に支給された1億5000万円の選挙資金というのは、問題がなくかつ適正なものであったというお考えです。総裁は今ここに手元にあるわけでもありませんから、よく慎重に検討してまたお答えします。広島の地元でですね、有権者の取材をしていますとね、党からの公正な選挙資金の支給があったならば、そんなことは起きなかったんじゃないかというようなですね、強い有権者たちの声を直接お聞きしたものですから、今聞いてるんですけど、公正って何ですか。はい、公正って公平というふうに公平というふうに言われました。公平というふうに言われました。公平ですよ。この件に関しましてはですね、前々から申し上げている通り、この買収資金に使われたということは全くないないわけであります。と申しますのはですね、我が党は必ず届け出する前に公認会計士なり顧問弁護団のチェックをして、その上で届け出を報告をしています。ですからそういうことは全くないと思っております。で、今この事件で関係書類が押収されてしまっているので、報告ができていないという状況のものですから、中身が精査できないということになっています。はい、どうぞ。日本経済新聞の根本と申します。どうぞ。来週から通常国会が始まりますけれども、霞が関の官僚のですね、働き方改革に関して国会対応で質問通告であるとか質問取りの負担軽減というのが叫ばれています。
2日前までに質問通告をするというルールの厳格化であったり、あるいは河野太郎大臣がビデオ会議システムの活用を検討を、表明しています。幹事長はどのような取り組みが必要かお考えがあればお聞かせください。国会での質問あるいは答弁、これ全て国民の皆さんに向かって説明しているわけですね。ですから国民の皆さんが理解でいただけるような丁寧な説明、的確な報告、これはしっかりすべきだと思いますが、その線に沿って対応していけばいいんじゃないかと思っております。はい、どうぞ。北海道新聞の竹中です。どうぞ。4月に予定される北海道2区の補欠選挙について伺います。地元の自民党道2区支部は、札幌市の高橋勝友さんを候補者として推薦することを決定して、今本人の返事待ちとなっております。市議会議長の経験があって期待される一方で、知名度の低さの懸念という声があります。党本部としてこの自民党道2区支部の決定を尊重するのか、あるいは党本部としてより勝てる候補を検討するような考えがあるのか、それはもう申すまでなく、我々は組織政党ですからね、地元の意見を尊重していくことは十分考えなきゃいけませんが、国政選挙ですから最終的には党本部の責任によって決定します。はい、関連して改めてですね、この北海道2区の補欠選挙は吉川元農水大臣の現金に受け取り疑惑の問題があって、自民党としては逆風の中の選挙になると思います。一方でそれまでに解散がなければ菅政権として初めての補正選挙になりますけれども、党本法として、どういうふうにこう選挙戦に臨むか考えてください。いついかなる時の選挙であっても党は全力を挙げて戦いますから、十分必ず勝利するように頑張ります。長野の信濃毎日新聞の林と申します。立憲民主党の畑雄一郎氏選挙に伴う4月の参院、長野県区の補選について伺います。新型コロナの感染状況によってはですね、やはり運動とかあるいは応援の制約等も今後迫られることになるかもしれませんが、党としてどのように臨んでいくかお考えをお聞かせください。これは状況を見てね、常識の問題ですよ。しかるべき対応をそれぞれの地域の皆さんがおやりになるでしょうか。しっかり見守っていきたいと思っています。党がやっていることは全部見ています。はい、どうぞ。合わせて長野県連の方でですね、今候補者人選進めていると思いますが、党として把握されている現在の状況を教えてください。党は今県連の動きを慎重に見守っておるところであります。はい、共同通信です。今の補選2つについて関連します。衆議院広島3区ですね、会派長野の両補欠選挙の関係ですけれども、下村政調会長が5日のビデオ番組で、両補選で自民党の候補が敗れればですね、政局になる可能性もあると言及されているけど、幹事長もこの件についてはどう思いますか。政策のことについては政調会長のご意見が十分尊重してまいります。選挙はこの幹事長の責任であります。しっかりと対応してもらいましたご心配政局にはならないというふうに当然です。どうぞ。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。